どうも、すずです。ドラゴンボーズをご覧の皆さん、どうも、すずです。今日はお魚キラーを作ってみたいと思います。それでは早速作ってみよう。はい、ではまず準備をするもの、ペットボトル3種類作っていきたいと思います。そしてそれに必要な道具、まずは精密ドライバー、そしてちょっと大きめのドライバー、そしてカッター、そしてカードリング、はい、あとまあロープとかあるんですけど、とりあえず今は作るだけなのでこれで進めていきたいと思います。はい、それでは早速作っていきたいと思います。まずはカッターでこのね、ちょうどいい部分があるわけですよ。この形の変わってる部分、ここにカッターを入れていくわけです。入れました。はい、そうしたらこれ置いといて、今度はこっちお魚が入ってくる口ですね。それのところはまあそうですね、取りたい魚の大きさでいいんじゃないですかね。取りたい魚の大きさでいいんじゃないですかね。まあ自分は妥当な線を、まあ及川とかそこら辺の早とかね、入るぐらいでいいかな。あんま大きすぎるとね、出てっちゃいますからね。よっよっよっ、ちょっとでかすぎたかな。ちょっとやらかしたかもしれないな、これやらかしたくせえな。大きすぎたね、切りすぎてしまいました。なので本当はこの口ぐらいがいいですね。おすすめします、ここら辺ね。あと作り直しますね。ここら辺の口の部分をここ切るぐらいでいいかもしれません。そしたら、まあ、今日は作り方ですから、ここに入ります。カチャンとね、まあ、大きさが同じなんで入るかなというところですね。でポイントとしては、まあ、今日分かりやすくやってるので、もっとちっちゃいですよ本当は。あのね、どんどん逃げちゃうんですけどね。ここの間にちょっとこう切れ目とかね、ちょっと入れて入り口がね、入りやすいっていうか、ギュッと入れるぐらいのね、隠し包丁みたいな感じですか。はい、指気をつけてね、はい、入れていただくといいでしょう。まあ、今日は分かりやすくということなので。そして次、こちら100均で売っておりますカードリング、なんでこれをチョイスしたかと言いますと、この中に最終的に重しとして石を入れたり餌を入れたりするんですけど、止めちゃうと魚確保してから取るの大変なんですよ。なので、こちらじゃん、すぐねすぐなんねえかね、カチャッてこうこう開くと楽じゃないですか。なので、こちらを使うとまあ中取りやすいということなので、こちらに合わせましたら2つ合わせて精密の、本当はね、霧みたいなやつが一番いいんですけど、今日なかったんで、とりあえずこれでね2つ穴を開けるわけです。
めれば。もう、もう余裕ですよ。で、この輪っかを使って、あと、その、ロープね、入れたり、なんだりすれば、即、できてしまう。もう完全にこれ、大きい魚しか考えてませんね。で、先ほど穴開けたところ、2個同時に開けた方がね、こう、バランス取れやすいですから。いいですよ。はい、こんな感じでございます。まあ取れませんからもね。そしてこれだけだと沈まないので、いろんなところに穴を、でこれだけだと小さいので、まあ簡単に言うと穴を少しね大きく。見えます？いいですよね。で、底の部分とかね、石を入れて沈めるので透明だからね、魚もね。俺なんかちょっと今日の水濁ってなんか変な感じだなみたいな感じだけど、ここからこう入ってくれますので、これを仕掛けてお魚キラーでいろんな魚を取ってみたいと思っております。で、今回はチュックライトちっちゃいサイズも作って、狙ってみたいと思います。ということで出来上がりました。はい、というわけで動画はここまでです。完成品のね、シャメとか作った感想なんていうのもなくですね、ぶっきらぼうに終わっちゃったんですけども、見てた感じですね、なんかこれからね、夏休みとかの自由研究とかにね向けても、お子さんのいるご家庭なんかで作ってみるのもありなんじゃないかなと思います。それからですね、これを使っていろんなところ取りに行くよなんつってたんで、そこら辺も楽しみに、動画待っています。というわけで以上、お魚キラー編でした。ありがとうございました。